きたかったんですけど、自転車先に乗せるために先に案内されてしまって、隙ができてしまったんで、乗り込んでから録画スタートしました。こっから都議津港っていうところがね、25分、この高速線で25分と出てます。船内でこのヘルメットかぶってるのもちょっとあれだけどな。まあ年末とはいえ、まだ今日平日だからさすがにまだ少ないですね。あとこの航路自体が使う人が少ないのかもしれないけど、陸地をつないでいる橋ですね。空港これ全部埋め立て地なのかな。向こうの方に見えてるんですけど、船の中からだとよく見えない。あとこの都議津港側のこの船の会社がやってるホテルの、まあ宣伝というのか、いろいろ貼ってありました。宿泊料もこの船の利用券の領収書があれば500円引きになるみたいです。今日は少なくとも長崎の市街地まで行くんで、そこには泊まれないんですけどね。
あ、すいません。はい、大丈夫です。はい。黒田様、違うのか。あ、じゃないです。よいしょ。風強いな、ちょっと。よいしょ。船の写真など撮って。この後ろとか乗ってたらびしょ濡れなんだろうな。エアポートライナーの10、鮮明はないのかな。今日の予定考えてから多分放送と同時にまた録画始めます。それじゃあ。